二倍駅は、大韓民国の軽軌道上南市ボントーク二倍道に、ある、韓国鉄道公社の駅、ボン島線の水彩青切り、佐藤間が開通した当初は設置されていなかった。しかし、野島駅と諸駅との間が3キロメートルほど離れており、二駅の中間付近の住民からの要望に応じて、上南市と韓国土地公社が事業費を負担し駅を建設することとなった。 近く間に駅が後に新設された例は韓国では、当駅が初めてである。盆島線、ホーム京光線、ホーム盆島線、京光線ともに、相対式ホーム2面2線を有する地下駅。いずれも、フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。エレベーター、エスカレーターを完備。出口は6つあり、1番から6番の番号が付けられている。 本ン島線と京光線の乗り換え通路には乗り換え改札機が設置されているが通過しても運賃を引き落とさない。近年の1日平均利用人員推移は下記の通り。なお、本ン島線の2004年は開業日の1月16日から12月31日までの351日間の平均京光線の2006年は 開業日の9月24日から12月31日までの99日間の平均である。当駅は城南王子の真下に位置する。AB、ありがとうございます。